君の歌追いかけていたおいあいやてかみやこさんが中指立った話あったねそんなんねあのー、俺がみやこさんにプロレスしかけたからでしょ <coughs> でもみやこさんはプロレスしたらプロレス返してくれると思ったんだよねでもね中指立って,てきたじゃん どう返そうかなってもう瞬時に考えたんだけど、多分みやこさんって、多分うーん、俺本当に賢いなと思ったんだよね、みやこさんが。その、下り終わった後。なんかね、あの人もお礼とか、まあ、仲いい人っていうか、もう返せる人じゃないと、多分やってこないんだよ、あの人。絶対。例えばさ、俺がさ、あみたいな感じでさ、席座ったりしたらさ、もうみやこさん完全に悪者になっちゃうじゃん。だから俺が、返して、 あの、あれやってやるよみたいな感じしないと、やっぱね、いやこの人賢いなと思ったな。本当に。賢いと思って。ね。あの人頭いいよね。そこ全部含めての中指だからね、あれ。あの中指深いよ、みんな。あの中指。くっそ、頭のいい中指来たからね。 マジでそう上智大学だしね常上智大学だしあの謎解きのなんか生放送みたいなやつで相方が全く答えられなかったらあのー、すぐに答えを出しちゃうっていう放送時間的にもうあの人は本当に賢いなと思ったそれ見てああこの人賢いって思って <laughs> ねやばいこの人だって本当に賢いんだと思って ななんででもないでしょあの人すごいんだよ立ち回り前なで全く不快じゃないあの立ち回り完璧だよな目がバキバキだったそれ寝てないんじゃない美和子さん ラムちゃんが泣いてた時の繁盛の顔やばい。改めて見ても。ああ、そう。いや、本当に俺、いや、なんか、去年俺、もう多分泣いたんだよ。俺優勝して。今年全く泣けんかったわ。なんかね、なんかな、感動したんだけど、なんか全く泣けなかったな。本当に。つっつん泣けなかったわ。<laughs> ユリースのせいもあるかもしれないけど。負けよ。負けよ。 うん、負けようん負けよとかちっちゃい声で <laughs> ちっちゃい声でってん、ね、のやばい本当に今思い出して面白いな本当にいやスト6ね応援してるだけだったらねあれだったかもしんないけどもうずっと爆笑できてほんと幸せな時間だったな「ノーコの星空に私たち花火みたい」